リコ・バーホーベンは、オランダの男性キックボクサー。北ブラバント州出身。スーパープロジム、チームリコ所属。ゲングローリー世界ヘビー級王者。K1 時代は、リコ・バーホーベンと、表記されていた。日本のメディアからは、リコ・フェルホーフェン、リコ・フェルフーフェンと表記されることもあり、オランダ語発音により忠実である。 若くして恵まれた、スーパーヘビー級の体格、卓越した、テクニック、加えて端正な顔つきを持つことから、プリンス・オブ・キックボクシングの異名を持つ。10代の頃からその才能を高く評価されており、アーネスト・ホーストから、まだ成功を収めていない若手の中で最も有望な、才能と素晴らしいポテンシャルを持っているし、いずれビッグな選手になると評価され、 ピーター・アーツに憧れていることもあって、アーツ2世と呼ばれていた。24歳で、世界最大のキックボクシング団体グローリーのヘビー級世界トーナメントで優勝を果たし、憧れのアーツの引退試合の相手も務めた。練習仲間である、プロボクシング世界ヘビー級チャンピオンのタイソン・フューリーからは、リコとのスパーリングで、テンプルにパンチを食らって二度もカットしてしまった。リコは、 キック界においてもトップファイターだが、プロボクシングに転校しても1から2年で簡単にトップになれると絶賛されている。また、総合格闘技への参戦も視野に入れて練習しており、グラップリングルールの小規模なトーナメントにも出場するなどしている。子供の頃から日本のアニメ、ドラゴンボールが好きである。飛行に走った子供たちをキックボクシングを通して、 構成させるプロジェクトに参加している。また、将来的には俳優になって、人々を楽しませることを夢としてあげている。5歳の時に、極真空手を始める。父親が、極真空手有段者であったため、父親に訓練されることもあった。その後、キックボクシングに移行2008年4月26日、K1 ワールド GP2008 インアムスターデムの、 オープニングファイトで、クリスチャーノ・デルガドと対戦し、1R に、左膝蹴りと、右フックで2度のダウンを奪い判定勝ち。2008年8月9日、K1 ワールド GP2008 インハワイの、リザーブファイトでコイチと対戦し、判定勝ち。2009年8月11日、K1 ワールド GP2009 イン東京で行われた。 ファイナル16クオリファイング GP に出場し、1回戦で、ブリース・ギドンに0から3の判定負け。2010年5月29日、イッツショータイムでゼバット・ポーツラックと対戦し、判定勝ちを収めた。2010年12月18日、イッツショータイムで、クリス・ノールズと対戦予定だったが、大雪のためイギリスの空港が、 全面閉鎖されてノールズがオランダに来ることができず、試合前日にフランシスコ・ムニョスとの対戦が決定し、判定勝ちを収めた。2011年3月6日、イッツショータイムでジャマール・ベンサディックにダウンを奪われ、ニアールにタオル投入 TK を負け。2011年11月17日、スーパーコンバット、ファイトクラブにて、 イッツショータイム世界ヘビー級王者ヘスディゲルゲスと対戦し、際どいながらもバンクルワセの2から1の判定勝ち。2012年1月28日、イッツショータイム 54&55 にて、エロールジマーマンに 1RKO 負け。2012年3月17日、敵地オーストラリアでベン・エドワーズと対戦し、3から0の判定勝ち。 2012年5月27日、K1 ライジング2012、K1 ワールドマックスファイナル16インマドリードにて、セルゲイラシェンコに、延長戦の末に1から2の、判定負け。2012年6月30日、イッツショータイム 57&58 にてヘスディ、ゲルゲスと再戦し、ダウンを奪って3から0の、判定勝ち。 2012年12月31日、ドリーム 18& グローリー4でのグローリー、グランドスラムヘビー級、トーナメント1回戦で、セルゲイ・ハリトーノフ2ににある終了判定勝ち。続く、準々決勝でセミー、シュルトに、判定負け。シュルトはその後も勝って優勝したが、翌日のインタビューでシュルトから、今回のトーナメント4試合の中でリコとの試合が一番。 難しかったと評された。2013年4月20日、グローリー7ナナミランにて、ジョナタ・ディニスと対戦し、ダウンを奪って判定勝ち。2013年6月22日、グローリー9ニューヨークにて、エロール・ジ・マーマンと再戦し、3から0の判定勝ちで、リベンジ成功。2013年10月12日、 グローリー11シカゴのヘビー級世界トーナメント1回戦にて、優勝候補本命のグカン先と対戦し、開始早々の先のスリップをレフェリーがダウンと誤信し、その後は互角の戦いを繰り広げ、大番狂わせの2から0の判定勝ち。試合直後のリング上のインタビューでは、あのダウンには驚いた。でもリングではレフェリーがボスだから、とコメントした。 続く決勝では1回戦を 1RKO で勝ち上がってきた親友、ダニエルギタと対戦し、3から0の判定勝ちで優勝。優勝候補の2人を破っての優勝で脚光を浴びた。優勝後のリング上でのインタビューでは、大丈夫。4ラウンドでも5ラウンドでもやれるよ。そのために必死で練習してきた。最後まで動いて攻め続けろって言われてきた。僕はその通りやった。 そして、栄冠を手にしたんだ。僕は次世代のピーター・アーツと呼ばれてきた。だから、今日は、何としてもこのベルトが欲しかったと語った。2013年12月21日、グローリー13東京にて、リコにとって、子供の頃からの憧れである、ピーター・アーツの引退試合の相手を務め、ローキックを聞かせて判定勝ち。 レイ・ジャマル・ベンサ・ディック・フォー・アーティ・ケオ・グローリー79・アーネム・コリジョン3・2021年10月23日、グローリー・ヘビー級・タイトル・マッチ、レータリック・カバベス1、R 終了後 TKO ・グローリー77、ロッテルダム2021年1月30日、グローリー・ヘビー級・トーナメント、レイ・ヘス・ディ・ゲルゲス3・アール・判定・グローリー7、 ロッテルダム2021年1月30日グローリーヘビー級トーナメントありがとうございます